坂口次郎1月19日昭和50年6月16日は、日本の実業家、ユニチカ初代社長、旧姓カジノ、鳥取県米子の実業家初代、坂口平米の女性、島根県大田町出身、カジノ陽太郎の4男、大正7年神戸高等商業学校、大正9年東京高等商業学校専攻部を、それぞれ卒業する。 大正10年10月に本政止支配人となり、大正11年4月常務に進みついで副社長となったが、昭和17年7月に、同社は日本霊園と合併した、同年8月日本霊園常務、昭和21年社長に就任。昭和44年、日望と合併したユニチカの初代社長に就任した。趣味は以後。住所は兵庫県芦屋市三条町。 デュスタクは、鳥取県米子市各番町。昭和50年6月16日、西音遺追蔵、君二東随報賞受賞。岐阜、坂口平米、ABCDEFGHIJKLMNOPQRST、第16番人事更新読上差 45AB、新日本人物体観1958年濃さ、343ページ。 ユニチカ編、通紙編11愛悼、坂口次郎の正居と、車窓 AB、人事更新読書版サノブ961。ありがとうございます。